はい、では始めてください。12月28日高田の馬場美香と GT 劇団ザ・リブッツ、2019年最後の土曜スリーのスリー大会となります。盛り上がっていきましょう。今回は冬コミということもあってかなりね遠征の方もいらっしゃいます。万内 FAB ボジョンキンブリードジョーニーアロシクロンヘイトの更新祭チーム対弟いのミグミグエルフェルトレンジャーメディアチーム、レンジャーさんが遠征となっております。フィーバンナイルーザー、ごめんなさい、アッセン、石丸、マルハン、メイマス、ヒロカ、チップ、ソル、レイブン、カイ、ロックス、カズキ、投げと、等身祭チームの説明がね、ちょっと間に合いそうにないんで始めます。さあ、レンジャーさんと前田ピラニアヒロシ、やばいな、なんかちょっと可愛い感じになっております。ピラニアって可愛いのか。ブリッツ落として AK はバックステップ触りたい、針をすぐさ回収、エンクレスを押してさあ溜めていますが、ここは冷静に針を刺してタンデムからガード角2から攻めていきます。タッチ系 2K からの少し出し投げ展開が早いぞ。タッチ系拾ってチャンディアトラザ投げが決まった。橋頂点がここは AS が溜めてジャンプ入ったらちょっと怖い角度でしたね。溜めて溜めていくかガーフになります。ギリギリ届かない前にさーんとここは対策しちゃいました。投げてきますと円エス立ち、はい、ここまで決めてさあボールさあ円切れせギリギリ当たらない前でここでクッションして触りに行きます。立ち、はいからロマンキャンセル画面端に硬い立場にしていきます。このシークレットガーデンきついスケータンからデータン空中ダッシュに合わせていきます。2杯からよく走ったがすぐさま回収、ゲージの両者ないがジャンハイこれあと一発めくりで引っかかると死んでしょうが、立ち合いからためて前ハイに対してハヤブサグリッツ奥がサイレントフォース、絶対無理はしないと大きな声でいいですね。一発がめちゃくちゃでかいですからスケメンチョンホイハリーから 2P で止めたがダウンまでいけない。さあここでハリーを拾わせずに立ち回っていく。さあここで足払いヒット 2P エンゲス超電ガン溜めて溜めてゴール。さあハリー引き逃げ画面端バットムーンから置き詰め、まずはゲナンからのダストデッドアングル夢でしょうか。これあとバサーやってしまった S ハイ置き詰めスタート超電ガンヒロ、ここはブリッツが返していきます。ヒールじゃなかった、ブリッツって言おうと思ったんですけど、うわー見てる、ガー立ち上がる2回目やり直して下段から中段見えない、2杯真剣 SS ホイトントントンと決めていきます。まず1本、あ、ごめんなさい、取り返していくのはバロシタンドグルフィアンですね。今日はダメね。さあバックステップの先に空中ダッシュ上海からのパスを走り込んだ、立ち合いから落としてブリッツ、ボールはまだ残っている、ダッシュ投げ、さあちょっとゲージがない苦しい状況、前 B がこの裏から落とそうとしっかり出していればジャンハイ落としてくれるのがよくいいですね。さあダッシュしてブリッツ素晴らしい。さあこちらもブリッツ、さあオキシルをしのぐジャンハイからハヤブサク直前ガードイータリスまで打ちつつバックステップ、ここはハヤブサの真空中ヒットでかいの飛んできて下段中段にピーからバースト決めていく、かっこいい。マロシ君ヘヒョンがバーストを消去していきました。あそこしかないというところで超完全勝でした、ごめんなさい。いやしかしブリッツを使い方うまいですね。走りずまあやっぱ反応してみりゃのジャンハイを落とそうとしても難しいんで、だったらこのブリッツみたいなところだったんですかね。走りつつボタンを添えるだけと、落とせそうなタイミングとかマイピーが両方にこうグッとアンチのハイスナみたいに判定出てくれるんで、画面端とかだと結構落としましたね。面白い試合でした。さあニューイングさんのエルフェルト、さあうまい超電化にクラタッチハイスラ画面端上投げから端、さあパインを投げつつ空中戦ジャンプリーがあるんでね、これに対してさらに上を取るようにハヤブサ落としを引っ掛けていくみたいな感じですね。さあ超電化引っ掛けちゃうタッチ、これは中段になりますなんかカスタテみたいになりました、ね、
後ろ立ってる直がバーサガードキンエスキンエスからの落として少年眼そのタイム1ヒットからの前系中段下段中段ときてもう頭おかしくなりそうですがブリッツ置いておりますさあでも髪の毛おっと飛んできたよく見ているブリッツの使い方がうますぎる2敗から瞬間からの3000勝あれつながってないねなんか耐えたぞみたいなさあ投げて少年ガン確かに逃げすそしてゲーダン息で返していくこれバストブリッツが置いてあるあー立ち範囲になってしまったけどさらにこのフォローのブリッツにかなってはいます強いですからね空中攻撃キンクレスさあそして今度は空中攻撃当ててエルフェルト打って戻ってきて足払いから超電眼どうなっているこれは立ち合い2ダメ中食べたがここは前に来て投げを狙ったかここが当たりましたね潜ってハイアブサ追いかける S ハイと遠距離 S にダメージを与えてきました勝ったのはマロさんの組む悲鳴が Here comes the daredevilWho dares to enter the main event? Madelon. Heyo versus Ino. Get ready to roll. Heaven or hell, duel one. Let's rock. さあ、弟さんのイノとマロスさんのグメヒヨン。さあね、かなり仲良し2人組ってイメージなんですよ。今日は。テックチーム弟さんもマルさんもマジでブリッツの使い方好意的ですからね見たいこのお互いの読み合い注目したいところですがあっと投げを決めて画面端ファイヤーブスターファイヤーブスターいやーと少年がいてしっかりと反撃画面端さあバックステから2P そして空中出しのハイブスが残っていたなあっと空投げブリッツさあバックステから潜ってシーン点まで決めもう1回ジャンハイ落として空中ダッシュここ一瞬尺目で対応どっちだ裏にいた超念願から下段 2K2P からのハヤブサまで一本選手マロシ君ヘヒョンさあケミクルぶち当てジャンケイから直が投げ超電眼まず1位そして戻ってきてボールもろくコントロールしてさあここは大木ジャンプ P そのまま拾ってケミカル続いて中段さらに中段続いてここでジャンプ D ここバーストを使わせますケミカルド使って消してダッシュ前 P からバレつぶしだシーンケこれピヨルかジャンハイハヤブサからボールそして新規置いてるボールさあこれは出せなかったチャンスゲームからゲージは 100% ブリッツを潰してこれは完走いちいちハヤブサ空直前投げ縦から下段前ジャンプジャンプリーをここ8000枚投げてますねさあそしてバックス投げ徹底します画面端前 P 上半身向けて返す上だから前ハイでしょうか投げ返しています 2K 中段2ハイ真剣真剣 STS ハイ超電眼これは決まってしまったがハヤブサさあ前ハイさんの出始めかーよいショット蹴りあー優しい縦分かれたけちゃ投げを決めてあーやはりブリッツこれは最後に2P ブリッツするのはちょっと難しいですね早い 2P でポンといきましたさあ刻まれるかなとちょっと待っていた部分もあったのかもしれませんが、というわけで先方3立てとなりましたマロスさんのクムヘヒョンが勝利です。この後ですね2回戦を A1 台両方移していく形になりますので順番的に、FAB さんのチームは1試合お休みになるかなと思われます、まあ、あれ終わってるか終わってない D 終わりまだ行こうはいあじゃあ連戦でできるみたいです呼んじゃいます FAB さんのチームと、テレサチーム A 番台です
勝ちトーナメントは A 番台でやっていきます。最初だけ4台でその後2台進行かな。どうしたお前、これ違うぞ、これ2だからこっちだよ。Guilty Gear Exar Ram 24番に、そうだね、アインマンのチーム。さあ、エヴァン内の方始まりました。2回戦です。 FAB 部長のキンブリードジョニー、マドシクムフェヒョンチーム対トモネオ、サバミソベットマン、テレサジャムチーム。 C 番内勝ったのはどっちだ、こっち、はーい、タカさんのチーム勝ちましたので、ジュンさんのチームは3番となります。1番区 D 番台でアインマンのチームとルーザーズをお願いします。タカさんのチームは、この A 番台の試合が終わったら呼び出しを行います。はい、見ていきましょう。お嬢様、トモネオ、サドミソベットマン、テレサジャムチーム、先方トモネオ、対戦相手はブリードショニー、残るメンバーは FAB 補助金マドシクムヘヒョンです。さあ、キャラの組み合わせ的にはショニーが有利。さあ、走れ、ラブ奪って、アイフェン打ってロマンキャンセル投げて、さあここで逆転が全然あります。しかし現状況ちょっとまだ気づかないですね。25もない状況、かなり苦しい。しかもレベル3ということでなかなかパワーが持ちづらい。スパイハンター、ジャンク P から S 投げ方がバーストしちゃって、さあここでゲージを稼いだ。ハイスラッシュを引っ掛けようというところですが、そのレンジ外から前ハイスラが飛んできます。中央は特に悩む必要なく画面端、スパイハンター、スパイハンターから空中ダッシュ、まず1本はブリードソニー。現在 B 番台試合中なので少々お待ちください。ルーザーズの方は1つできておりますが、あーとマイフィッツ三振から、よいしょ、ジャンケー届いて、エンス、タッチハイ、マイハイ、爆戦を捉えた、キンエスからのジャンハイ、落として、画面、端、さあ、フォルトを使って距離を離しますが、ここでビリッチラーク、さあ、2P、続いて、中段、続いて、エンゲス、バーダ、この奥ラサのバード強いですよね。さあ、タッチケー返していく、さあ、マイハイ、コイン、前系から、コインを消費するとも画面端で押し込みます。さあそしてここは S バー、あー立っていないが、はい、さあ当たりそうだ。ここはカウンターヒット、足場へ行く、そして A S、 さあ分からなくなってきた、まだ一発引っ掛ければというところですが、ここで S バーだとなります。さあ最終ラウンド開幕は、足場、おっとよく出した、画面中央ダウンは取れそうにないが、足払いヒット、苦しい展開となります。さあ前へ捨てから直接拾ってダメージアップというところです。エース、ふーっとこれは止めてなった、3段画面足に体力が並んで、まずは下段1の3、これバーストを使って中央に戻ります。構えている、スワイトから、さあジャンプ S、 この折り際、さあ捉えたのはツバイハンダー、ここはレベル2、空中投げ捉えていきます。空中投げも非常に精度が高いトモレオ、ジャン S、 ジャンハイスカシの下段から1、2の3と空中出して爆笑捉えた、近距離 S、 勝ったのはトモさんです。なあ、喉かゆ、何だ、勝負師の資質は、ああじゃあ大丈夫です、大丈夫です。 Here comes a daredevil。 ホットユーズみたいな。 Who dares to enter the main? Just center us Leo versus champion。 さあ、レオに出てくるのはポチョモキン。なるほど、レッド、ジャム、レオか、なんか対応するんじゃない、
めんどくさそうな、貝欲しいなって感じですよね。さあ足置いて、あーいいぜ、うん、中央はタッチフィー、あーっとやってしまった、青バースト下段からの中段バックセ避けてエース置いてあります。吹っ飛ばし、体力はなくなるかもしれない、なくなります。おきっちりダウン落ち、なんということだ。さあダイナードスタート、チャガゲットライトのポチョムキン、立ちハイ少し遅らせのハイスラー、チャンハイ 2S 足を届かず前ジャンプ、しかしここはバーナにチャンハイ当たることができず裏回って構えた状態、立ちハイ2度目のカウンター、ジャンエスからポチョバース、続いて置き攻め、ジャンエス、キングエス、ニエス、足払いとガードしてデコピン、これは残っていた、後ろメガから立ちハイ、あと一発スライドヘッドを蹴り上げて、さあ B 番台勝ったな、投げさんのチーム、おめでとうございます。投げさんのチームは1試合待機です。この後 A 番台で試合を行います。でルーザーズ邪魔だ邪魔だ、先輩のチームと、弟さんのチーム B 番台でお願いします。ごめんね、ちょっとへこんでるとこ申し訳なかったけど、ちょっと書きたかったんで。あーと取られている、ブリッチラー、キュータチケ、キンスケ、S、S、はい、バーストどうなる、切り替えていきなさい、ありがとう。さあ、ぴょんぴょんしつつ狙うのは何か、あーとカウントヒットしてしまったが、打ってるロマンキャンセルから印象スピード入った、エンゲス刺さってヘルンデス3番、勝ったのはトモさんのレオ、ちょっとデコピンカウントヒットしてヒヤッとしたんですけども、これはチーズのかけら程度の試合だ。だが、うまいチーズが Here comes a daredevil。 はい、はい、B 番台レンジャーさん、レンジャーさん試合です、お越しください、ルーザーズの方が始まります。レンジャーさんいらっしゃいますか、あ、いた、よかったっす、よかった。さあトモさんの大好きなカードらしい。トモさんいつもニコニコしてるんですけど、この戦は結構憎しみの表情が。さあしかしかなり美味しいバースト読んで前ハイト、かなり最速でいらないとっていうところです。安全勝、うわ届かない、いやーこれは美味しすぎる、エンゲス立ち合いで決めて一本選手はトモレオ、苦しいからこそしっかりとしないキャラ対策を見せていきます。前ハイが強い、キンゲスゲージがなければ OK、 画面端中段から距離取ってはやぶさをカーン取って前ハイ、さらにコンボも完璧、画面端タッチピー、さあロックから1、2の3、画面端しのげるか、中段から足払いロマンキャンセル前ハイまで、勝ったのはトモさんのレオ3立てとなりました。3立てが A 番台続きます。準決勝進出となりました、トモさんのチームおめでとうございます。それでは勝ちトーナメント2回戦見ていきましょう。2回戦第2試合、ロックスさん、カズキさん、投げさんのチームとタカさん、ケダコさん、 DC さんのチーム A 番台です。勝ちますと準決勝進出です。あ、終わりです。Guilty Gear Exar Rev 2.
ちゃ面白くないこれ。町盛り借金返済王決定戦、借金返済王、町盛り借金返済王、町へ行こうよ動物の森、カテゴリーがそれ、タヌキチへの借金を返すまでのスピードを、さまざまなゲームから6人のリアルタイマー学校者が競います。何それ。Guilty Gear Exar Rev 2. Who dares to enter the mayhem?さあ見ていきましょう。 A バンダイロックス、ジャム、カズキ、ディズイ、投げファーストチーム対東進祭チーム、タカスレイヤー合ってますよね、ケダコメイ、リシシチーム。あ、そうだ、さっき台湾勢の方からお土産もらったんで、そうね、忘年会でみんなで、いやーなんか毎年台湾勢、韓国勢の方からお土産もらってる気がします。ありがとうございます。さあロックさんのジャムとケダコさんのメインの試合、明日の冬コミ、明日今日なんかね、フレームの方がケダコさんが販売するということで、ぜひね興味がある方はぜひぜひ。さあ初来からの攻め、バックスから鈴木さんは回り込み、投げを決めてエリアル激凛から溜めて、距離を取ります。さあそして走っていく、まだちょっと待って、ちょっと待ってね今。あーなるほどね、ホルキャンしてたんですね。なんか軌道おかしいなと思ったんですけど、そういうことか。こういう場合にニコニコの映像が少し遅れてるんで確認できてよかったです。なるほどね、すごい。メインスタンプをホルキャンしてるとかなんですか。まあそれぐらいしかないです。いや、え、大丈夫ですか今。今脳みそ使えよってなんかすごい言葉が聞こえていく。あれ、まさか俺に向かってるのかと思って。違いますね、よかったよかった。わ、びっくりした。ジャンディーホルキャンに決まってんだろ、脳みそ使えよって怒られたのかと思いました。大変失礼いたしました。さあ、神梨ジャンディーか、ジャンディーもあるか、もうちょっとね、あの辺のね、後で見ていきましょう。さあ、出せない、噛んで2敗すか、2敗か、2敗か、よかった、合ってた。いやー、メインスタンプですね、よかったね。さて、C 問題の方は、勝ち、はい、ちょっと結果を書いてくれよ。はい、今のチーム、さあ見ていきましょう。ロックスさんに対して出てくるのはタカさんです。久しぶりですね、なんか。九州勢対決ということでね。さあ B バンダイレンジャーさんが現在2立て中、3立て、おお。さあ見ていきましょう。さあ、タチウエスラー、カッパンチと、さあ、攻めていきます、カッパンチ、そして、バックステからの暴れ潰しでしょうか、溜めていきます、これ、スペイヤー戦ね、かなり機能してるイメージです。足ぐらい置いて、空中出しから、中段、噛みついていく、さあ、タチウエス、しっかり暴れていたが、ファイルバンカー、もう1回、ファイル。さあこれファースト、龍神が速い、そして走れ初段から、これ不思議です、浮かしてこのバストパパチ抜けて足払いをしっかりと置いてます。初段は爆戦、ここは見ている、
マエピーから 2K マッパンシー、おおおゲッキピンを潜っていく。サーカスだよこれも。さあ第2ラウンドへ。マエピー対マエハヤ、マエハヤすらジャンプがしっかり画面してクッションして、動きたくなったところ浮き上がりにクッションショット重ね、今年100歩千里。ジャンプス持ち上げてジャンプ D、 着地は投げてるのはスレイヤー、クロスワイズ暴れ阻止、ちょい歩き渋い。ジャンディジャンディ系からジャンプちょっと当たりませんが、クロスを引きつつ龍神の持続が刺さってしまった。受け身を取ったところを捉えて落として、ここは覚醒繋いでいきます。さあこの残り体力はどうだ、さすがに手に切れるでしょうだよね。さあ 1C、 前ハイからもうハンチが来てディスカ踏んで避けてクロス、チャンケー届かず裏にいる、タッチ系足場へ行くとバスをウッドロス出して、さあ着信に合わせて、うおパイルバンカー激凛吹っ飛ばして、さあ持続過程難しそうですが、パイルバンカー細けいことはどうでもね吹っ飛ばしてきました。勝ったバカスレイヤーもう全部パイルで OK って感じですね細けいことはいいんだよって感じでドーンと解決してきました。素晴らしい、力強い。さあカズキさんのデズイとタカさんのスレイヤーになりますね。はめられないようにって感じでしょう。さあ第1ラウンド、うおー開幕に2敗、いろいろね読み上げ熱いですね。立ち系から空調して、さあ捉えている、足払い画面端、そのバースト裏に回っているが、ここがどっぱにやっています。踏んで表、立ち配ジャンケーからのジャンプ D から拾い直し、いいダメージ、画面端空中出し、これは待っていました。ニスうーパイルバンカーだー、よいしょよいしょよいしょ、ボイトあんま減らないなって感じなんですけど、やっと楽しい。2系は相打ちになるかって感じですけども、あー止まってくれます。どうしますおかしいですね、学生上海。さあ前に振る黄色からちょっと最後気をつけつつにエースを誘ってマットハンシュという形になりました。一方選手はバーカスリーヤー第2ラウンド、あーとは怖い、あー気がする、流れるようにつながって、あがふわっ、これは悪いことを考えています。届かせ爆発、この画面端に持ってかれた、苦しいぞ、黄色キャンセル、タイミングをずらして焼き魚トベル2杯バースト、そのまま取って前杯から木の実キングス繋がってこれバースト。さあ話し合い手を作られたらちょっと苦しいが、立ち系が空中出向をめくって続いて表に帰ってきた、足前から次の表裏は裏届くか、マッパンシー削り切りました、止まりません、と赤スレイヤー。 ね、 B バンダー気になって見ちゃうよね。さらば見えます。さあ B1 枚は終了かな、どうしようかなどうしようかなどうしようかな、時間が1、あるーざーずーわー見たいな、9時までに終わるかな、大丈夫か、結構早いし、一応配布も A でやる予定で見ましょう。一応 B 番内残しといて、万が一のために。危ねえ投げている。さあこちらも投げ返し、
ファイル、ロマンキャンセル、爆弾があるんであんまね、通常攻撃出せませんね、やられへんてが伸びてしまう。おーっと、肉を前から踏んで、金銭エンス捉えてこれますと、ファイルが逆転、しかし、まあ、ゲージ状況がよろしくないか。フットレス、爆戦、避けて、足目から、そーっと、ファイルは置いておきます。さあ、耐久が難しい。体力回復室前に出る、どっちだー、これはーどっどうなる、これがあるんです、なぜか死んだ、しかもこれは悔しい。しかしその前のコンボミスしっかりとねボタンを押していた投げさん。さあ第2ラウンドへ、うまい、音前合いが2件巻き込まれて画面端にドリルを置いてゴーイング。さあそしてドッグもセットで食らってしまった、体力回復したがソリード減ってあーとハンマー足を振って簡単ヒット逃げられない、鼻咲いてゴーイング。永遠の翼の試合でも見るタックを OK、 ハイスラからここはデッドアングル捉えた、足払いロマンからここはダメージになってるか、2K 次装填ファイルバンカーもう1回、しかしあと一発何か引っ掛ければというところ、はい直した、潜り込んでファイル、あの方見てる、最後は YP タッチ P を吹っ飛ばしていきました。勝ったのは投げさんです、大将戦かな。あ今のチーム次配布 A、あ、次 A です。さあ大将戦見ていきましょう、まあ、あともう3試合なんで全部 A バンダイでやろうと思っております。結構早いんで、うまっ、ご飯を食べずに奥攻め、上海 2K、2S、2敗、タッチファイト、ここのドリルや、マインピート、この辺を読んだら痛いダメージが通るぞという技をメインに組んでいます。さあ、フェクション上げ、しかし結構跳ね返りありますね、黄色から上海、そして着地に付き合わず、ここドリル置いてあります、シュラン立っている、ナイスガードすぎる、しかし前ハイ食らってしまった、バソー前ジャンプ、ジャンハイはタッチ系かける2とレンコヒット、IUC ちょっとしたロマンキャンセルみたいになってしまいました。ハイスラまで一本選手は投げファースト、硬い、さあこれ IUC、 さあビーク飛んでジャンレス2件 2S ビーク、ただネイルから空投げ捉えてから6つ目、ジャンハイ2ハイスラ、これバソー、さあ5本食べずに前に出る、爆発おいしすぎるブルバッシュ、8範囲でご飯でしょうか、そしてジャンプリーモロコップレインまで打ってからの着地の中段を出すと切り返しています。さあもう負け、あまだちょっと出ていますが、ここ細長な距離1枚からどこか目ください、黄色からジャンエス、ジャンケジャンエス、ドリルここはハルが出ませんが、ジャンエスピーク、ためた、届かない遠距離 S から L、ピーク、ためて、もう一度出す、今度はダッシュ向け、そしてダストでダブルアップ、前ハイ、さあどうなる、ジャンハイ、最後は遠距離です、投げさんはあんなことをするなんていいですね。最初ラウンド何をしようか、勝てばいいというところです。さあ2杯ジャンディーゴーイング、投げさんならこういうことしないで裏切らないだろうといったところをね、やっぱこういった大会で見せるの第一です。マイピン、怪しい、さあ、いいか、そのまま炸裂、追いすぎる、お投げ、あーと、毒脱出できず、2K に乗せて、さらにジャンハイ、スタイルが実家で減っていく、マイピンをすごい角度で潰していた、ジャンペース、上りの中段、ジャンハイ、体力回復はさせない。届かず、ロマンキャンセル下段から、ここは着地をしている、危ねえ、どうなる、空投げは下から捉えてきました、投げはそう、素晴らしい準決勝進出です。
さあ、残り 1,2,3 試合ですが、A バンダイでやっていこうと思います。まず配布、アイマンのチームと弟さんのチーム A バンダイ行きましょう。あ、B まだ変えない、あ、いいや、あ、いいや、変えちゃえ。はい、大丈夫です。A バンダイ OK です。ごきげんよう。ウィン、ウィン、ストレイク。あなたの体、急激な変調が始まってますね。手遅れになる前に見せてください。さあ、残るのは、残り試合は3試合、まず配布弟さん、おつぎみぐさん、レンジャーさんのチームとアインマンバーさん、コンソメさんのチームで、準決その2がトモさん、サボミソンさん、テレサチームとロックさん、カルキさん、投げさんチームです。おおおおさあ、ちょっと元気になります。さあ、アインカイ対弟イノン。日本選手も弟さんがやっぱ怖いですね、やってくる感じが。さあ、ボクセン、しかしこのアイマンガンツがいいんですよね。さあ、ここで切り返しからエンサハイ、そして逃がさない髪足、はい、カウンター、もう一回イエステミカル、そしてジャイアンスバックセ。おーっと、この音符の操作が天才でした。よいしょ、のしっかり決めていきます。一本選手、弟いいのは全て見越した上のあのサイド。前、はい、カウンターマジか。そして下押さえてジャンプリーバースト待つが、ここは使いません。チャージ、先端チャージ、ダッシュ投げ、再び先端、ティピー、インゲス、ニエスからの前ジャンプ、エスさん、足場、ここはブリッツ、ああ、ちょいた、おいしい、あ、しかし、ジャイス、投げていく、わからなかったゲージある、さあ、ビーパー打っていく、ニュートラルゲームから、ジャンハイ、崩して、ティムカル、ティムカルはどうなる、ガード、両者ガードになります、飛び道具。さあ、奥はうまい、ここ見ていた、ジャンハイ無理やり、ここは空投げも兼ねていたでしょう。突っ込んでいく、審議判断、さあ、この方でブリッツ、追いかけるボールと2点、素晴らしい着地に合わせていきました。テイク空中さん、硬直を捕まえましたね、いい判断です。おい、やめてください。よし、おい、面白すぎました、ちょっとVersus Eno. Yes, yes. 神のお加護にかけてないって面白い。だけどめちゃくちゃ面白い。4勝エイツ。さあ、現在まだニコニコしているテレサもこの後の試合展開ではまた荒れ始めるんでね、今だけです笑ってんの。今日は勝ちはチームメイトの力でだろう。トモさん聞いてくださいよ、最近全然テレサゲームやってないですよ、あいつやってないですよ、あいつチームメイト頼りですよ、あいつやってない、やってない、
やってないで。Here comes the daredevil. 仕事を辞めないといけないですよね。ねえ、トモさん。そう。グラブルばっかやってね、ローアインのことしか語らないから、まず。テレサ VS ローアインが2020年は熱いっつって。次のね、ゲストキャラはテレサで決まりですよ、ローアインのイベント。さあ見ていきましょう、出てくるのはコンソメボジョムケイン。おーっと、投げ2杯からボジョムチャンス、立ち杯ウィングス、つなげてケミカル。さあ下段からバーソン、画面8、ケミカルはどうしてからのホーバー、ダスト、キールキャンセル、飛び道具にして、さあ再び空中ダッシュ、ゲージも稼いで、これは衝動からどっちが距離か、どっちか、おー、かわいい、ヘブンリー、パスメイト返していく。さあこの後の攻めどうなっていくでしょうか。減るな、減るないじゃないか、まだ減らない方だと思うんですけど、ここは飛んでいます。さあ空中戦、さあポチョバスにケミカルの持続刺さって見て崩して3敗から拾い直し。さあ、ダメージになりました。ダッシュ2。はい、シャツ、もけて、バックステップにケミカル。一本先勝、どうぞいいの。さあ、ダイナンド。さあ、優しくタッチと。ジャンハイカウンターになりますから。あ、ちょい、押し払い。続いて、ジャンハイ、ジャンプの攻め。さあ、ケミカル、判定が大きい。刺さってしまった。2杯直下しつつ、さあ前に出てバックステでジャンプに潰して、ここ誇張ショットっぽいですかね。ニエス足着地下段、ダメ足バックステから抜けて、さあ届かない前になりました。エッグレース画面端、ロマンキャンセル前傾から、ここビズ、さあしかし投げブリッツの後もしっかりとね、前杯連携処理が素晴らしい。ミスなどのフォローが早いのは本当に大事です。一発勝負、立ち合いから NS メガフィスから前に来ました。ゲージがある状態で攻めされるのは苦しいとなる。ダスト中段で崩して空中出して、ゲージも稼いで消毒から、あー出ない、ロマンキャンセル、どうなる空中戦でとか、これはブリッツでした。何これは。あの状況はもう空投げするしかなかったんですよ。ハンマーホールだったからもうね、受けるしかなかったかっていう。弟さんの命の価値が安いってやべえな。まあゲームで負けても命までは取られませんから。さあ見ていきましょう。マールさんのエルフェルトとおてるさんの命飛び落として、マイピーからのジャンス、ジャンプにはできないが、今ちょっと距離が合わない。飛び落として、投げ返していく、大きく重ね、空中ダッシュ、前ハイスラー、相手を取っていく、これは対策、しかし逃がさない、空投げ、ジャンプ D で崩していく。さあ、そしてバースを読みつつ、イケメンのそのあたりがどこに起きているのか、ケミカルとなります。そして下段から中段、さあここは投げ暴れを誘うケミカル、反応がいい、対策ができている人ほど刺さる。最後、さあ最後アップが追いかけていました。この選手は弟になります。アントデリーしか、さあケミカル、うまいジャンプから潜っていく、音符を懸命に下に動かしましたが届かない。次ショット、ショット、ショット浮いている、うまっ。そして亀梨ショット崩して、パインを投げていました、キャンセル、突き上げショット、ショットからのガーフっぽい、よいしょよいしょ。さあ残弾無限です。それは最終ラウンド、この 2S 延期で刺さっ、ジャンプリー縦からのタッチピー拾い直して狂言までジャンプリー、投げ暴れを誘った、タイミングをずらしの中段、画面端黄色から、ここはフォルトに距離を離してダウンを奪います。
範囲を持たずに本体に投げていくが、ニエス音符はこれは食らってしまった。バーストを使う空中戦、さあこれは音符引っかかってしまう。右まで引きつけたいが、ジャンハイが置いてある。ジャンピンから音符に引きずり込んで画面端脱出、ファインを投げて前ハイ、ここで回そう、送っていく。さあこれはブリッツの硬直、走って NS2S からこの距離ギリギリまで待ちますが、2段ジャンプからジャンプエース、かなりの状況判断素晴らしかったですね。まああそこはショットが来るだろうということで、ほぼからジャンプしっかりとさせてきました。弟さんが勝利です。3と手。さあそれでは決勝進出となりました。続いて準決勝第2試合いきたいと思います。ロックスさん、カズキさん、投げさんのチームと、トモさん、サバミソさん、デリサチーム A 番隊。ケツアゴシャアって何？あれをリアルタイムアタックしたの RDA、 マジでこれやばいよね。本当にこっちのケツアゴだったんだ。これ超面白いよね。だから中学の時とかに、なんかおガンダムのゲームじゃんって手に取った瞬間、え何これみたいな。さあ、では先方決まりましたらスタートボタンを押してください。え、あれで何どんな速さを競うんだろうね。あれもバグがあるってことか。さあ見ていきましょう。こちらの試合が準決勝第2試合、勝ちますと弟さん、みぐみぐさん、レンジャーさんのチームと決勝戦を行います。トモレオ、サバミソ、ベッドマン、バゲサジャム、東進サインチーム、ロックスジャム、カズキディズイ、投げファーストチーム、試合となります。先方戦はどうだった。やはりこの組み合わせですね。先方でこの2人を使えるっていうのがこれはさあ、立ち回りの部分、やはりね、ファーストに状態が上がるんですけども、火力がね、ありますからね、この火力で、後半になればなるほど、攻めたレオが、ゲージが溜まって、カーンと返していきます。カーンもね、連打するとカルバロスとかもやり過ごせますからね。さあ、ここは、ネタギリ、通してます。足場、グラストで。このガーダ連打に対して結構ファーストめんどくさい。そして空中ダッシュも非常に遅いので、そこを狙われてしまうといったところもあります。2枚スラドの使い方本当にいいですね。さあ確かにこれはハンマー同時に起き上がり、ジャンプから攻めていきますよ。この8K、おっとこれは負けのヒット、追いすぎるロマンキャスラ S5 もっと残って分からなくなってきた。ガイゼン上海から着地投げています。投げます、この選手結構アイゼンの後のね、状況めんどくさいんですけど、よく投げてきました。お点取られてきます。ドリルの後結構やっぱバックステップしたくなるんですけど、これはやはり投げさん狙って当点打ってるイメージになりますね。ちょっとインクルで確認している8件エース、しかもエンゲスの今しゃがんだから変な感じになりましたね。持続ガードみたいな構えは間に合わない。8件蹴飛ばし中段で崩していきたい。相手の下ためですから、このための解除の狙いもあります。画面端でかいダッシュヒット、1の3だと決めて、お決めバーダーロマンキャンセル、これはダウン追いっぽいですね。できるだけダメージを稼いでいく。ヒット数がやっぱ増えちゃうんで、そんなに殴り過ぎると思ってるんですけど、あっとこれはチーションぐらいでした。いけ初段からのちょっと続かないが、あっとだ、そっからのネット切り倍速している。おっとダストアタックに対してアイゼン CG 読み合いがもうレベル高すぎる。これは毒になっているのでボタン押しましたら大事ですね。
ユーファイター取りで、さあ固めて金のハンマーガード確認から前に出ます。そしてボケこれはいいタイミングで当たっている。そしてすげー振った画面端、はい、投げてドリル前ピー、これは取れたか。さあタッチピー、よしよし一回逆策を、ゲージが溜まる前に通していきたかったが、チュラン、さあとカウンターヒット、これ死ぬかも、死んだな死んだな、リスクゲージが溜まった後のあの指導はダメ。あーそこあたりが出なかった感じでしたね。さあ大きい大きい先鋒戦制しましたな。トモさんのレオ、続いててくるのはカズキさんのディズニー、なんとしても止めたいところです。そうですよね、ロックスさんがジャムですから、ちょっとここで止めないとキャラ的に苦しい。よいはい、今日結構見せていますね、判定やっぱ出ちゃいますよね。うーだけうまい、画面欲しい。さあアイゼンも関係ない感じとハメになるのか、いやー関係あった、やっぱりアイゼン、はいよし、ジャンプにジャンヒット、ジャンハイ、これは限界ですでに発生している。アイゼンを誘っていく形ですね。ジャンハイ、これはゲージを持たない状態で、これは苦しすぎるぞ。ゲラン死ぬか、いやここはゲージを使わず構えて、危ないジャンハイ、あそこからゲージがない、下手に近づくもね、アイテムありますから、ジャンハイめくっていく、1、2の昇段のヒット、昇段でこの引きです、ごめんなさい。さあ第2ラウンドはズバイと絶対通しちゃいけないんですけどね、そんなこと言うと早すぎる。さあジョンビーからの当て投げ、そして状況有利、すげえ、ああ当たらず、画面端しのぎ対止めてエース、あーとマイハイ、死ぬ死ぬ死ぬ、いやまだ大空、わかんない、嘘、いや、あこれは死なないが、うわーかわいそう、ケースとバックステに仕込んで刺していきました、振りすぎる、これが気持ちいいんですね。はいや本当にゲージの使い方っていうのが分かりやすくていいですね。グリッティギアらしさでも簡単にね、初めてキャラ悩んできていたらレアを使うといいですよってなりますね。ただ前ピンがちょっと使いづらいのかなっていうのがやっぱ今回はありますが、しかししっかりとしたヒット確認した。さあそして対象出てから6さんのジャムどうするか、もうなんか俺も本当にヒデさんのイメージ戦略でマジできついってイメージがあるんですが、バーストがやばい、そして変動ブー操作嫌すぎる、投げている危ない、ブリッシュラック、うー死ぬ、マジでやばい、いやしかし表、はいはい、手を出せない、よい曲エンゲスから立ち合い、サーバーで打ちつつ構えて足払いを配置に差し込んでいく。さあ浮かせの空中出しはアイゼンが待っています、落として溜めて、さらに溜める、溜めきれませんでしたが、すごいすごい距離飛びます。エンゲスガードしてる、放置取っていく、キャップ戦利、これはゲージが溜まればいけるか、最終章しっかりと決めていく、素晴らしい3段にホチフ割り込んでいきました。さあ仕上がってきましたよね、ホチフのポイントっていうのも。さあ巻いてアフォルトで着地しましたが思わず殴られてしまう、カマイピー、カマイピー今は破線になりましたけどジャンプキャンセルが、ね、唯一できる技となっています。カマイシューさあ、激凛の着地先、構えそいて、前ハイからドリッド、え、これは死なないが、ほぼ苦しい、ほんと削りももらえない、3段、2段目の派生で、よろしくお願いします、最初ラウンドは。うわ、2杯から出すと申し上げた。
右ファイト、足払い置いて、スマイトカウンター 1、2 の3番バソを使って、2杯からのアイゼン、そしてニュース、ニュースハイスラ一発ももらえない、細かく刻んで相手のゲージを削って走っていく。さあ着地、投げたのはロックスジャム、デキリンから溜めて、この距離わかんねえ、上げていく、あー届かない、飛んできたのは足払い、バチケ、ギングスケーケ、アイスラ落としてロマンキャンセルもあります。マイハイ勝ったのはトモレオ、3と手さあ、というわけで決勝戦見ていきましょう。ごめんなさい、 A 万代、今勝ちましたトモさん、サバミソさん、テレサチームと、弟さん、ミグミグさん、レンジャーさんのチーム A 万代です。テルサだけは死んでほしい。Guilty Gear Exar Rev 勘弁してよと出てくるワンピー側はトモさんのレオですかね。さあ縦の1回そのままに行っています。次はトモさんのイノ、さあ乗ってるプレイヤー同士の対決、決勝戦見ていきましょう。12月28日、2019年ラストの土曜 3-4-3 大会決勝戦です。ワンピー側トモレオ、サボミスのベッドマン、テリサジャム、ツーピー側が弟イノ、ミリミリエルフェルト、ロンチャリアン、さあ崩してバソー、さあ返して、スバイト、すぐさん追いかけ、ジャンピー、うまい。さあ、空投げ、捉えて、空打、投げを誘って、投げ前から、アビ、投げてきます、ガメシ。さあ、下段で崩します。画面端から逃げられるか、ジャンプに、限界、上海、表現からの、立て蹴り、これは、ラストヒーロー。そして、中段、画面端から逃げられませんでした。どうしても相手に溜めたいというそういった部分にこの中盤も見せつつ、細かく嫌がらせをして崩していきました。さあ再び大シャーと同じように画面押し、ジャンプディオン 2S、 これはうーっと前 B、 2S 一応して S になるっぽいんでそれで透かした感じになるのか。さあ前回投げ抜いてき、 2S からゲージはまたが敗戦、ノバヒットブリッシュラフ、ブリッツの手前ハイ、ギャー死ぬー、大木捉えて、あーまだ大丈夫だけどこれは無理。何やっても無理っしかないんだよね。さあ2杯潜った、ファーストはちょっと後半で溜まるかってことね。ジャミー叩き見る、拾ってファイブ半分、この置き攻めでできるだけ体力奪っておきたい。空投げ出そう、さあトモさん苦しい、ここでたまるが、ゲージは25、タッチ系ニュースケミカルからどうする、ゲーダーで崩していきました、パーフェクトゲーム、弟イノバーストたまりませんでしたね、素晴らしい判断でした。 Here comes the daredevil. Who dares to enter the main? さあ出てくるのはテレサ、いやこれさ名前こういう風になってるんですけど、グランブルーファンタジーでロアイン作ったのパチさんじゃないのって
やばくねそれ。誰と戦ってるんだよ。まあ、さあ、中央。いやけどこの組み合わせ見たかったんですよね、ジャンプリー。さあ、バースト使って、急投げ抜けて、前ハイは外からエース、そして龍神、剣道、激凛、溜めて、さあ、スカッシュからの投げ、これはダウンを取られてしまいます、苦しい、画面端、バックステップ、激凛巻き込んで、蹴り上げ、ロマンキャンセル、ああ、最新章のルートだったのが、おっと、どうなる、あら、これは受け身狩りからの、で、バングロキャンセルから投げ、バーストは使わずに、下段で崩して、ここです、龍神が怖い、え、さあ、龍神がです。いやー、これはギリギリ間に合った形、龍神、どうした波動拳がダッシュ波動拳って入力したら全部書類拳になってる、やばいですねこれ。チームメイトの視線が等身大チームなんてかなり怖いんですよ。ちょっと見てられませんが、どうなんだ、ジャンプ D、 やめなし、こうなった時の弟さんは強い、相手の弱みにつけ込んでいく、やめなし、さあ好きにしろと言う、ああこれは一撃、気持ちよくなってきました、どうぞいいぞよりは年をクロちゃんみたいだよ、そういう音楽には詳しくない、ジョニー Here comes the daredevil Who dares to enter the mayhemいやー怖っ、渡レバーがと言われるとあれなんだが、大丈夫、レバー大丈夫っすよね、バンダイ、いや一応東芝戦予選の時に新しいのが変えたばっかだからね。さあ見ていきましょう、サバミソのベッドマン、Heaven or Hell, Duel, Let's Rock! さて、ジャンベス、で、バスト、ジャンピーから、つなげていきます、B タスク、A タスク、B、デカブと、さあ、ここで、飛び道具を出しつつというところですが、ここは一気に前に行きました、前投げ、ブリッツ取って、ここはギリギリまで引き付けて、当てていきます、近距離です。さあしっかりつないだ画面端、ここはちょっとかさっていませんが、前ピンに対して逃げ、ジャンプリー送らせたケミカル、画面端バースト使っていきます、これちょっとバースト使いとね逃げられないですね、最初入れ替えたいがすぐさま中央へブリッツの対処、かみすぎる、中段崩して音符、さあ音符と打撃が重なっているのでなかなか離れません、画面端前ハイ消毒からゲージを持った状態でどっちだこれ、表裏グラン見えませんこれは、さあサンタデリーチェ弟いのは、さあ消毒かなり苦しくなりましたが、ここはしっかりと押し置き、中央いいでしょうからジャンケージャンピータッチハイと前ハイ打ち飛んでいく、大判断バックステップ衝撃波が巻き込まれてしまいました、ビータスが飛んでいました、下段立ち合い足払いからさらに触って PS 足払いビータスクバーストを使ってきます、おうまいこと涙されたビータスク押し込んで上海 B からゲージを使って下段そしてデジャブ動かして歩き投げ、さあ最終ラウンドはさあ空食、おっと空投げがシータスク、ちょっとやられて変形変わりましたね、へこんできました、ケミカル合わせたがここはちょっとタイミング合わず
さあジャンフェス、最後が手を伸ばしたところにジャンフェス刺さって表からの投げ返したのは弟いのブリッツ弾かれてここは受けます。さあ空中くらいになりますが後ろ良さそうですね。ブリッツどうだ、空中ガードポンプ動かしてさあヒット、しかしちょっと A 出すかったね、動けませんでした。ここは空中ブリッツ空投げ捉えてキンバースト、おおすげえとこ投げたね。さあジャンケから歩き投げ、さあ続いて音符着地下段バースト使ってブリッツが怖い、手を出せない、空対空ねやっぱ出したくなるんですけども、そこにブリッツが置いてある、ジャンプ配線音符ジャンプに限界、縦からこれは体力削り切れそうだ、サンタで弟イノガー 3-on-3 2019年ラストの 3-on-3サンタテで優勝を決めました、おめでとうございます。というわけで本日の優勝チーム改めてお呼び上げ、お呼び出しいたします。弟イノ、ミグミグエルフとレンジャーミニアチームがルーザーズから、復活優勝となりました、おめでとうございます。いやしょんぼりそれますよねまあなんかツイッターで貼られてるクロちゃんみたいな動きしてる人いるなと思ったらテレサでしたはい、というわけでね、今年の、ミカドの、通常大会あの予備大会はこれで終了となります。31日は年越し 5-on-5 最後の大会がありますのでそちらの方もよろしくお願いいたします。1年間ありがとうございました、そして来年もよろしくお願いいたします。それでは良いお年を、お疲れ様でした。